岡村文子は、長野県出身の女優。長野県立長野高等女学校を卒業後上京。芸術愛好家の伯爵家に、行儀見習いに行ったのが縁で女優の道を歩み始めた。1917年に浅草オペラに入り、天国と地獄で、初舞台を踏む。その後、原信子歌劇団から、新生歌舞劇団を経て、1921年小畜。 鎌田撮影所に入社し、悪魔の崖で映画デビューした。再び、浅草オペラに戻り、1924年に、東亜根念魔紅葉撮影所に入る。1925年、小竹鎌田撮影所に戻り、若き女の死で助演したほか、裸騒動機などの喜劇映画で活躍した。1927年に、準幹部に昇進する。以後、 小津安二郎監督の、女房紛失などの蒲田ナンセ戦ス喜劇作品には、欠かせない女優となった。1930年に退社するが、1936年に、松竹大船撮影所に復帰。1939年に幹部に昇格、飯田彫子、吉川美智子と並ぶ、名脇役として活躍した。特に、愛前勝ツでは、田中絹代演じる、主人公、 高石勝、枝をいびる、看護婦長公講演、同役は、新愛禅から、愛禅からでも演じており、彼女の当たり役となった。1944年9月に、松竹大船野村寺として、京都座の自局笑い編、プロペラ一家に、大山賢治と共に、舞台実演している。戦後も、松竹映画で、存在感を示した。 1951年から大英と優先契約を結び、大英、東宝、新東宝などの映画に出演。1958年フリーになり、不契役で親しまれた。1973年に引退した。松竹大船撮影所時代では、後輩俳優から先生と呼ばれる存在だった。鎌倉に居住しており、派生に住んでいたという。 1976年死去、去年77、1928年、ありがとうございます。